どうも、好きな戦国武将は織田信長、カーネギーの松尾です。どうも、好きなお寿司は卵サバです。おい、ルール守れや。好きななんか言えばいいんでしょ。戦国武将まではフィックスにしてよ、固定してよ。知らんもん、戦国武将ピンパッと。いや、だからそこをひねり出そうじゃないのよ。織田信長まだ出るやろ、さすがに。好きじゃなくても。豊臣秀吉もいいじゃないの。ぐらいじゃない。まだ俺やろ、あと一人、徳川家康ぐらい出てほしいね。徳川家康。ああ。あとは？いや、まあ、なんか、いっぱいいるよ。戦国時代だけや。戦国武将？今川義元とかね。いるくない？俺も別に今川義元が何を知った人かは知らんけどね。義元の方？違います。あんま下の名前の吉本は引き継がれんやろ、現代の吉本興業に。全然歴史上の人物が全くわからんもんな。さあ、というわけで始まりました。今週はね、ちょっと自己紹介から始めてみようかな。自己紹介から。あのね、先週はしたかな、先々週とかそのちょい前ぐらいの時期、自己紹介一回もしてなかったよね、今にして思えば。そう聞き直してみたら意識してなかった。そうやろ、うん。いや、だからちょっとこれはちょっと調子乗ってるなと。ちゃんと自己紹介から始めないと我々が誰だと、なんぼのもんじゃいって話やからさ。でもなんかの時これなかったっけ、好きなものを。なんか、あ、これ言っちゃダメなやつだった。これ言っちゃダメなやつだった。いや、言っちゃダメなことない。大発世代のロケでなんか一発目この自己紹介で始める、急に始めるみたいなノリをやったんやけど、多分オンエア残ってない。多分カットですか。多分カットだと思う。ならいいや、来月、再来月ぐらいにオンエアかな、あの、大発世代。残ってたらいいけどね。残ってるのか。結構取ったよな、自己紹介。結構取った。取ったけど、取りすぎて使いようがないやと思う。使うとしたら。わからんけど。あってどれか1個。あってどれか1個残ってない。ないかね。だからもう、オンエア始まって、秒でどうだったかわかるんだ。ああ、確かに。なんか変な自己紹介をしてない場合は、もうすぐカットされたんだと。判断していただきたいと思います。でもあの回もね、結構なんか良かったよね。収録してる感じ。いや、きつかった。ロケ行ってる感じ。まあきつかったけど、でもなんか楽しかったけどね。一泊二日。めっちゃ焼けたもんね。めちゃくちゃ焼けた。めちゃくちゃ。我々が最近急に焼けた時期あったでしょ。知ってる方いるか分かんないけど。2週間前ぐらい。あれはそういうことだったんですよ。そういうことです。まあでも前回の100万円ロケの時もさ、ロケ終わった後は、いやー楽しかったよねとか言ってたけど、ね。10万円だ。うん。あ、10万円か。100万もあったらもうとんでもない。使い切れよ、それ100万も。10万ロケの時も楽しかったねとか言いつつ、そのね、ちょっと反省会だったから、ちょっと油断はできませんけどね。我々も放送楽しみにしたいと思いますけども。ということで、今回も始めていきましょう。カーネギーのネギラジー。お久しぶりに。TAX ということで始まりました、TAX のお時間です。よろしくお願いします。そっちが変なこと言ったらこっちは何も対処できないよ。いや、それはさ、突っ込もうよ。そりゃ変なことたまには言っちゃうこともあるやん。おいとか、たまには言っ、いや、それは多いよ。いやいや、舞台上とかではさすがに言わんよ。さすがにね、言わんけども、やっぱこういう時ちょっとポロッと出ちゃう可能性があるじゃん。そういう時はちょっとさ、やってほしいね。ああ、そうですね。じゃあちょっとやり直すか。いや、もういいって。ということで、TAX が始まりました。始まってねえわ。おお、ネギラジや。ああ、そんなことよりだよ。もう何、そんなことより暑いよ。暑いね。止めたから、その部屋で撮ってる関係で、何度なんそれ。27だった。今何や、27って。扇風機を止めたんすよ。そしたらもう熱い熱い。激熱。扇風機入れるとうーって音がしちゃうからさ。じゃあ22にしました。27とかよく生活できるわ。そう、普通27じゃん。で、これ扇風機を使うってこと。扇風機使う。じゃあもうどっちかにしろよ。一個にさ。どっちか、いや、扇風機だけにはせんやろ。じゃあ扇風機やめて温度下げりゃいいやん。いやいやいや、多分、うん、音もうるさいし電気も食うし。確かにね、それどっちが、でも何がお得かとか結局いつまでも分からんくない。確かに、まあ分からんけど。分からんくない。だってなんかよく言うのがさ、エアコンつけっぱなしにしてた方が実はお得なんだよみたいな話言うやん。ね、うん、あれも分からんやん。分からん。本当にお得なのかどうかはさ。でも俺夏場、うん、もう俺ほぼほぼずっとつけとったけど。あ、そう。
電気代バリ高かったぞ高いんかい、ちゃんと高かったよ、3000円ぐらいしたよあー、そのおそらくエアコンだけで3000円ぐらい切ったってこと ね、普段多分もうちょっと安いもん、1800円とかやったんや。あー3000円近くしたよ。でもそれ君がさ、23度とかでずっと23度つけっぱにするからやろ。ずっと23度やね。さすがに寝るとき寒いべ、それは。ちゃんと帰ってくる2時間前ぐらいに着くように設定して。え、設定して、設定して、ちょ、一回切ってんじゃん。一回切るよ。けどもう家におるときはずっとつける。いやいや、なんか今の言い方やったらさ、一回も電源落としてないですみたいな話だと思うじゃん。外出るとき、そう。いや、外出るときはさすがに消すよ、俺だって。なんなんマジで。家にいるときだけだよ。期待させんなよお前。あ、こいつすごいことやってるんだと思ったやん、ちょっと。それでも3000円ぐらいしたっけ。いやいやいや、ずっとつけてるんだから。今そういう話やろ、今してたのは。だからそのずっと家にいない時もつけてた方がお得なんですよっていう話だったやん今。お得じゃないよ、結構。いや、わからんやだっけ、それ試してないんやけんさ。試してないんだ。まあ、だからつけて消してがあるから、それによって高くなってるって可能性があるよっていう話だったじゃん今も。そうやろ、舐めてるわマジで。全然違う話だったし。ということで、あれをしましょう。コメントを読みましょう。あ、コメント、ね、こちらはカリーのネギモリチャンネルにて毎週金曜日に配信している、ラジオ番組チックなものになっております。皆さんからの先週のコメントに、全部お答えするという風にやってますので、今回も前回分のコメントを読んでいきましょう。山ちゃんが来た時か。山ちゃんね、実徳の山ちゃん。実徳の、はい。やっぱ山ちゃんだけあって5件来てますよ。おー、山ちゃん効果やね、完全に。ありがとうございます。千尋さん、改めて1000人突破おめでとうございます。やった。やめないみたいなので安心してますと。やめませんよそりゃ。聞き役ゲストの公開説教めっちゃ面白かったです。あ、山本ちょっとひどいですからねあいつはね。お笑いショーケースとカーネージョンも聞きます。楽しみにしてます。ありがとうございます。大イベントが控えてますね、今週来週と。ありがとうございます。ありがとうございます。あんたがな、中助これなんていうの、あんたが中小、あ、中小、大将じゃなくて中将、中将かな、中将、中将じゃない。いや、中将じゃない、そうなったら読み方は。大将の中よ。あ、だとしたら中将になりそうや。中将、あ、なんか俺の耳の記憶では中将の耳なじみがあるけど、あんたが中将さん分からんけど。第8世代見てますと。見てますか、ありがとうございます。カーネギーが一番面白いです。そんなそんなそんな、そんな、ありがとうございます。ところで出てみたいテレビ番組、ローカルでも全国でもありますか、聞いてみたいです。俺はもうあるよ、憧れは。いや、もう分かる、言わなくても。何でしょう。スポーツ王でしょ。正解さすがそのもうトンネルズファンっていうのとスポーツ大好きっていうので、もう導き出される答えはリアル野球版やりたい。リアル野球版ってどんなのけ。だけあのリアル野球版ってあのおもちゃがあったじゃん。おもちゃね。あれを球場に作って実際に打ってやるみたいな。ピッチャーはピッチングマシーンか。マシンマシンで何を投げるかとかボタンで決めるやつ。そうそうそう、変化球とかね。だからバッティングだけをするって感じね。そう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 、基本的に。で、あのフェンスとかにヒットとかあるやん。あ、はいはいはい、ツーベースとか、はいはいはい、ダブルプレーとかなんかあるやん。あ、そこに行ったらっていう結果のやつ。どっち、それって。え、リアル野球版をしたいのか、スポーツ王に出たいのか、どっち。でリアル野球版をしたなんかテーマパーク行きや、そしたらなんかやってるやろ。いやいや、どっかで。いやいやいや、あれ球場にあれをセットを作るってなったら相当かかるよ絶対まあね。でもなんかお台場冒険王とかであったりしてそうやったけどね。いやいや、あの規模でないやろ。ないかな、球場にあれ作るって絶対ないやろ。えらい球場に重きを置いてるな。まあ確かに球場1個潰すわけやもんね。そうそうそう、それをやるからには。そうそうそう、ちゃんとドームやろ、東京ドームとかってことやろ。東京ドームとか。ああ、それはなかなかできんか。埼玉、いや、もうちょっとなんかあれが、あ、なんか違くね、質問の意図と。それって何、もうただあの遊びしたいやんそれ違くね、なんか質問の意図とさ。何よ。いや、俺はでもね、俺もちょっとね、ほんと実を言うとそっち系なの言うたな人のこといや、だから2人ともそれかいって俺の中になっちゃったんやけど。何、俺フレンドパークやね。ああ、フレンドパークは出たい。今は泣き。でもたまにやってるんじゃないあれって。やってるっけ。やったまになんか半年に1回ぐらいでやってそうな気するけどな。フレンドパークもリアル野球も一緒やんいや、でもフレンドパーク楽しそうよね。楽しそうよね、あれ。あの、俺とにかくあのジャンプのやつがしたんよ。あの点数、壁のパックスやつ。そうそうそう、あんなの絶対いけそうな気するけどね。ね、見てる分にはね。うん、ただ絶対無理なんやろな。難しいんかな。
だってもう全て初見やん。まあ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 。練習とかできんわけやん。あの服がね結構サイズが合ってないやみんな。まあそうね、みんなさんさ、うん、あれやりづらそうだね。だそれで本来のポテンシャル発揮できないんじゃないかっていう不安をしてるわけね君は。俺はそこまで深くは考えてなかった。パジルを取りたい。パジル取りたいね最終的には。最終的には、土屋さん、土屋さん、こんばんは。わ、バイトの休憩中に見てますと。貴重な時間に、私的に客席見てくれた方が嬉しいです。あ、そうなんだ。これすごいね。コメントに返して、うん、またそのことについて喋って、うん、でそれについてまたコメントが来て、うん、でそれについて喋ってて、もう無限にこの話してるよ。あなたが来た時とかじゃない。あ、違うか。あなたは見るよねって話か。あ、あなたはよく見てますっていうのを。先々週ぐらいの話よね、うん、で、私アイドル界、なんて言うんだこれ。私アイドル界隈、界隈っていうところで、カイクマじゃなくて、あ、絶対カイクマって言われる。界隈です。界隈も好きで、そっちだとファンサービス的な。ああ、なるほど。それとはまた意味合い変わってくるよな。こちら漫才の途中にペッとかしないもんね。そのファンサはないよな。絶対せんね。ツッコミ本来沢に言うツッコミとかさ、お客さんにああとか、そんなファンサないもんね。絶対ない。こちらだとレスとかあまり見ないので、目が合うだけでめちゃくちゃ嬉しいです。うん、なるほど。新田さんからの電話を取る沢さん、なんか可愛かったです。どんな感じだったっけ。あれとか電話ですとかで見せたい。あ、そんな感じだった。うん、ティーユスさん、はい、あれを作ってくれてます。タイムスタンプね。タイムスタンプありがとうございます。ありがとうございます。あれ、ティーユスさん、中村が来た時のやつも作ってくれてたっけ。いや、作ってくれてたよ確か。1時間、え、作ってなかったっけ。あれ、ちょっと待って、ちょっと確認してみろ。あれ、毎度毎度ありがとうございますって言った記憶あるけどな。1時間も長かったのにみたいな。いやいやいや、え、ティーユスさん作ってないよ。あ、サボってる。この時、あーと思ったもん。やっぱり作ってなかった。だ、ティーユスさんからしてもふざけんなって話。1時間も喋んなって話か。天の尺なんだから、ティーユスさんも求められるとしないというね。いや、そういう意外な一面が今回ちゃんとあります。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントはなしです。コメントなし。コメントなしでタイムスタンプだけってマジでやってることがさ、もうチームよね。チームよ。スタッフさんよね、完全に。チームの一員です。ありがとうございますマジで。鈴名さん、はい、こんばんは。こんばんは。仕事終わりに聞きました。あ、ありがとうございます。一つずつコメントするの迷惑でしたかと。あの全話題について書いてたやつね。毎回コメントしようと思ってたんですが、なかなかコメントする勇気がなくて、やっと前回コメントすることができた結果、あの長さになりました。すごいね。とんでもないです。ありがとうございます。塩梅がないね本当に。ゼロか100かってことっすね。ありがとうございます本当に。登録者1000人からぴったり止まりましたね。ぴったり止まってますね。なんででしょうか。本当に、ジャニオタ界隈にも広めときますね。ありがとうございます。ジャニオタ界隈の人なんだな。この界隈は読めました。はい、それはだから俺がさっき教えたからよ。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。イエーイ。いやでも今週もさ、その今週っていうか先週か、主にライブがあったのは、うん、今週は月金でなんもないもんね。ない。月金でマジで本当にただただの家で過ごす一週間だったな。ただその代わりと言っちゃなんですけども、明日明後日もライブあるし、うん、先週の土日、うん、っていうか週末にかけてもめちゃくちゃあったもんね。はいはい、ありましたよ。あれがやっぱ楽しかったね。インディアンさんと丸一日ずっと。ああ、めちゃくちゃ。あれが日曜日やな。そう、あ、日曜日やったね。解禁寄せから、そうあのバトルリーグもあったり、あと VR もあったりとかね。そうで、土曜日に何があったのっけ。土曜日は、土曜日もバトルリーグか。土曜日バトルリーグだけやったっけな。夜にバトルリーグあったよな。土曜日があのバトルリーグよ。で、日曜日がエキシビジョンのバトルリーグ、ね、新ネタバトル解禁寄せ VR。 日曜日はあれ。で、今週は月から金曜日まで何もなかったっていう。え、土曜日じゃあバトルリーグだけ。土曜日バトルリーグだけ。あ、そう。うん。あ、て考えたら日曜日がすげえ濃かったんか。日曜日が濃かった。で、金曜日が福吉お笑いライブ。あー、金曜日にそれがあったの。金曜日もう福吉だけの
メンバーでコーナーとネタライブをやるって。はい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 。まあ、俗に言う針金ライブ。針金ライブね。はい。かつてで言うところの針金ライブですよ。はい、知らんやろね、皆さん。針金ライブのことなんか。片面ライブ。針金、あ、バリカタライブ。バリカタライブ。針金ライブ。針金ライブ。そしてマシマシライブっていうね。そう。そういう4段階だったんです。針金ライブで勝ち上がれば、マシマシライブ。東京からゲストが来るライブに出れるっていう。今思えばそっちの方が激しい戦いやったかもしれない。あ、そう。だって、そこまで勝ち上がらんと、ゲストさんたちと一緒になることなかったじゃん。確かにね。今はもう絶対なかったね。インディアンさんとかもこの間絡ましてもらったり、簡単に簡単に共演させてもらえる。うん、本当にありがたいことになってるんやね。そう考えたら。でかさで、ありがとうございます。ありがとうございます。助かって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 ます。ありがとうございます。いろんな勉強させてもらってます。でもやっぱさ、そういう勉強させてもらうやん、本当に。うん、だからこう。喋れたこと喋れてないことっていうのがやっぱ出てくるわけよね、ライブ中にさ、はいはい、これは言えたな、言おうと思ったこと、これは言えたな、これ言えんかったなっていうのがあるわ、うん、っていうのがあるわけよ。その出番前に考えてることってこと。いやいやいや、そのと出番前だったりその場だったり、突如その場でパッて浮かぶけど、あー入れんかったとかあるわけや。あー、俺それやな、そっちはないな。お、そう、うん、その場で思いついて言えないこととかない？ない。もう思いついた時はもう、あ、絶対 100% で言ってる。 100% 言ってるし、行動にする。いや、受けようが受けまいが、いやいやいや、2歩だけ前出て下がっていく姿何回も見たよ。いや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 、ある。あ、あるある、全然。あ、今なんかおかしいおかしいっていうの結構あります。ある、あるある、お、何回もこのリプレイ要求してるもん、そういう時。それはあの、その何、それはあの、気をこっちに向けるための。いや、嘘つけ、嘘つけって、絶対嘘、入り方わからんやっただけやろ。でリプレイ要求されんかったらそのまま流してたやろ、あれ絶対みたいなこと結構あるけどね。あるか。ということで、こういう感情がありますので、おのおのボケだったりツッコミだったりでね、これをちょっとコーナーにしようかなと。は、今週の思いついたけどできなかったやつ、成仏のコーナー。これは例えばそのライブ中に、あ、このツッコミ浮かんだのにいけんかった、くそって心に秘めてるやつを、この、僕は今週このライブのここで誰々が、誰々さんがこう出た後にこれを言いたかったんですけど言えなかったんですっていうのを言って、成仏させて次のライブではそういうことがないようにしようというコーナーになってます。なるほどなるほど。だからその1週間のライブの振り返りにもなりますし、まあ一番の理想はこのコーナーがなくなることなんですけどね。はい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 。だから全部ちゃんと言いたいこと言うようにできるようにしていこうっていうことなんですけれども。難しいよね。そう、でもあるわけ、そういうこと。いや、あるある、めちゃくちゃあるけどさ、うん、同じ場面ってもう二度と来ないわけじゃん。まあそうなのよ、これは。同じ場面が二度と来ないからこそ、やっぱこう記録残しておくことによって、ああ、そう、この時こうやったわ自分って、自分で後でめっちゃ反省する、思い返せる反省ノートとしてちょっとここを活用させていただこう。なるほどなるほど、ということですよ。いいんじゃないですか。いいでしょ、めちゃくちゃいいよ。これをすることによって、やっぱライブ終わりにちょちょっとメモっとくとかね、はい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 、そういう習慣をつけていただく。なるほどなるほど、反省にもつながりますから。俺も言われてもう一個ポンって浮かんだやつあるし。お、何？え、その福吉ライブやね。あー、金曜日にあった福岡吉本のメンバーでネタとコーナーをお送りするライブね。メタルさん、うん、実徳、はいはい、トランジットと俺らだけだったっけ。解禁さんじゃなかった？解禁さん、いや、おらんだったの。解禁さん、あ、おらんやった。まあまあそのメンバー、あ、メリコンドルもおったか。あ、メリコンだ、メリコン、はいはい、メリコンだ、うん、で、最後オープニング集合して、うん、なんか最後オープニング最初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 ね最初ね、はいはいはい、最初オープニング集合して、うん、なんか自己紹介とかしてみんなバーッ喋ってて、うん、で俺もめっ喋って、うん、あの高橋さんに向けてなんか発言したけど、別にそんな面白い話、あの面白くはならんかったよ。面白くはならんかったよ。その時俺無意識にこう、こうしとったよ。ああ、ありましたありましたありました、はいはい、はい、それを突っ込んでくれたよな。あ、でなんかこのポーズね、うん、はいはい、これなんて言ったっけ。これは、あ、僕これ知ってるんですけど、うん、これが出たら相当困ってます、ね、そう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 って言って、まあちょっとそれが受けたよ、成立したらね。そうそうそう、形にはなりました、話が。ああ、
でその後コーナー入ってからかな、ああもう同じようなことがあって、その発言したけどもそうそう受けはせんぐらいのことで、そう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 、はいはいはい、でなんか新田とかが前に出てあのフォローしてくれて、うん、で俺のこともまたいじってくれて、はいはいはい、で俺反射的にこうしたんやけど、うん、ああはいはいはい、あのタイミングって多分違かったもん、ね、俺一番やっちゃいけんところでやったような気がした。だから他の人にもう何か始まってたりしたわけよ、その時はもう。そう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 。話題が別の箇所映ってるのにっていう感じ。そうそうそう。はいはいはい。で、下手したら邪魔することにもなりかねんタイミングやったってことね。そう。動きをやるには。うん。ああ。で、困った、その、こうするのっていうのが、その、俺に完全にスポットを受けられたから、当たっている時にやるべきだったな。やるべきだったと。はい、反省したわ。なるほどなるほど。1個早いタイミングでやってしまう。なるほどなるほど。もうこれね、そうこれね、あの俺が喋れる時にこうやってよかったよ、うん、いやまあ確かに確かに、絶対これまず一つ目や。あそうで、その時点であこいつなんもないなんもないってな、そう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 、周りがで俺がこうやらなかったのをあなたが察して、うん、あなたが俺なんかまた話してくれたよ。あなるほど。あなたが終わった瞬間俺こうしたんやけど、あれもう一個待ってよかったよね。なるほど。てか自分で喋り出してもよかった。よかったし。なるほど。言われる前にやってしまったっていうのが一番この反省したわ。ああなるほど。そうそうですね。うん。ああ。別に。おかしくてもない。いや俺はそれやってることすら気づいてなかったわ。なんなら。おいおいおい。周り見とけよ。いやでもそのぐらいわけわからん時にやってたんやと思うよ、多分見落としてるってこと。一番やっちゃいけないタイミングでやってしまった、これマジで。反省点。ああなるほどね。でもこれオープニングでこれ受けた時に、うん、これ絶対どっかで使えるって俺思った。いや確かにそれはだってもう最強のカード手に入れてるわけだもんね、うん、もう一回やらんと。何こっから何やっても結果滑ったとしたらそれ出せば、これやっとけばいい、済むっていうね。で滑った時に一瞬俺忘れてたもんね、これあるっていうの。なるほど。それでやらずに話が進んでいって変なところでやってしまったのがマジで反省やね。ああミスったあれは完全なるミスです。いや素晴らしいですよ。もう急に始めたコーナーなのにこうどんどん出てくるっていう。いやだってめっちゃなんか思うもんね、ライブ終わりに。なるほど。どうすればよかったんだろうっていうの。なるほどなるほど。考える一応。じゃあそれ、うん、一応はい。チーン。あのこういうやつなんですよ、はい、今のであのうまくいかんかったのが成仏しましたっていう。これだけでいいの？このチーン。喋ってこうすればいいの？そうですね、喋ってだから。その後どう本当はどうすればよかったんだろうとかもいらないです。あ、いらない。はい。まあまあまあ、同じ場面はあんまこんからね。あんまこんし、わからんし。わからん、まあまあ。だってこれでこうしとけばよかったわーって言ったとって、それが受けるかどうか知らない。まあ、正解ではない。ない、ないから。もうこうす、手を合わせよう。そうです。チャチーンすよ。これいいんす。すいませんでした。すいませんでした。ということで。面白い。おもろ。これはやっぱね、おのおの毎週ちょっと持ち寄ろうじゃないか。今後はね。はい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 。ということで、ライブを来て、ライブに皆さんがいっぱい来ていただいてると、あああの時のあれねってことで楽しめますので、はあはあ、ぜひともねライブたくさん見に来ていただきたいなと。確かに。まあもちろんそのライブ見てなくても分かるようにお話はしますけども、うん、より楽しめるんじゃないかなと。確かに。いうことになっておりました。はい。ということで僕はね今週ねもう全部出せたんで反省ゼロなんで。おい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 、反省はないんですけど。反省しろよ、ちっちゃいことでもさ。反省何かしろよ。反省ゼロでございます。反省ゼロかい。反省って言ったらマジ一個あるよ。でもこれなんかこう思いついたのに言えなかったとかそういう種類の反省じゃなくて、うん、マジあの解禁寄せでさ、インディアンスさんと一緒にやってる時に、うん、みんなでけん玉を成功させるっていうコーナーがあったんやけど、うん、マジ俺これけん玉が下手すぎてさ、うん、ここはマジでちゃんと成功した方が盛り上がるっていう場面で一回も成功せんやったもんね。一回も成功してんか。あれはちょっと自分でちょっとね運動神経のなさを恥じた。なんでできないんだろう。一番大きい皿のところ。マジで一番簡単なやつをずっとやってるのに。マジで一回も成功せんやったな。クリアしてドーンってなるところでね。マジでちょっとあれは本当に反省です。橋本君デメキンの。デメキン橋本と松田のみね。マジであれは嫌だったね。苦しかったねあの時間帯。地獄の空間やね。嫌だったよね。あれだけ、だから、けん玉はちょっとね、けん玉に関しては本当に。チーン。
それだったらもう一個あるわ。ほとんど出てくれやねえか。少ない方がいいんだよ、このコーナーは。だんだんしりとりあったじゃん。ああ、あの、文字数が増えていくやつね。そう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 。あの、俺、最後にさせられたじゃん。はいはいはい。あそこマジミスったよね。いや、あそこ、だから、そういうのじゃないやって。すいませんね、皆さん。知らない方も大多数いらっしゃると思いますけど。あれは別、その、思いついたけど言えなかったとかじゃないやん。まあ違うけど。あの、本当に、良くないミスをしたあれはそういうことじゃないの。もうどうすりゃいいかわからんくなったもんね。いやまあそれはね、その時々でありますけども、このコーナーの本質はあの時思いついてなかったんですけどこれあったんすよ、面白いでしょっていうことやけ、うん、失敗した話をするというよりも思いついてたんですよこんな面白いの、もったいないからここで出しちゃいますっていうイメージ。あー、そっちの方がやっぱ楽しい、ハッピーじゃない。でもその後考えたよ、どれが正解だったかわからんけど、一、うん、つ思いついたのが、あの、しりとりのやつ、しりとりの一人目が3文字って言ったら、うん、2人目は4文字以上、3人目は5文字以上みたいな感じで文字数増やしながらしりとりを続けていくっていうので、そうそうそう、サワが最後になって、でキムさんがもう結構長いこと言ってる、18文字ぐらい、はいはいはい、だからサワは19文字以上の言葉でしりとりをつなげなきゃいけない、で、ザだったよ、しりがザだった俺わけわからんこと言ってたよな、ちょっと、もうちょっともう今じゃもう今言うのもはずい、はずいぐらいのこと、はいはいはい、分かります分かります、あれははずいだろうな、あれザだったから、うん、ザワワザワワザワワって歌うべきだもうあったなっていうのを終わった後に思いついた、もう文字数超えるまで歌い続ける無限にあるからね、歌詞は無限にっていうのを思いついたけどね、終わった後に思いついちゃったもんね、それが。なるほど、どうすればよかったんだろうって悩んだ結果、それがベストアンサーだったんじゃないかと。ベストアンサーだったのかもしれない。今にして思えば。でも3秒しかなかったからあれ。まあね、なんか相当むずいよなあれ。3、2、1で追い払わないといけないのが。普通に下手したら大喜利とかよりむずい可能性ある。テンパりにテンパったよ俺。テンパったね。テンパった。サワーのテンパった時の癖で、完全にお客さんに対してこう横を向くっていうのがある。普通こうじゃないですか。舞台がこうあったらね。こうなんですけど、サワーテンパると本当に結構肩入るぐらいこうなるんですよ。これが出たら、あ、テンパってるんだって思ってください。あの時は完全にこうしました。完全にキムさん見る。みんながこっち行くもんだから。キムさんの目見てずっと喋ってたから。あれはちょっとね、テンパってましたね。テンパった。まあでもこんな話ができるのも出番をね、いただいているからだと。確かに。いうことで。で、明日、明後日も。明日、明後日。明日も3本立てでしょ？企画。明日朝13時から。ネタだったり企画だったりをミキさんをお迎えしてね。13時、15時、17時。これはもう豪華3本立てでございますし、日曜日は、博多オフィショイズ FM 福岡さんとのコラボモーニングジャムプレゼンツお笑いショーケースがあると、はいはい、これもね反省盛りだくさんのライブになるんじゃない、この2日間は。いやいやいや、まだ反省しないでいいようにちょっと考えていくよ。そうだけど、まあまあいろいろそのタイミングは遅いよね。確かにね、なんか発言できそうなタイミングでどれだけ発言できるかっていうところ、はいはいはい、やっぱたくさんあるでしょ。確かに、それもまた楽しみよね。楽しみやね。だ全部出せたよっていう場合はもうそれを一個一個箇条書きで話していこう。こういう流れで僕こう言いました。面白いでしょって言っていこう。それができたらね、いいですけども。あと日曜日は新ネタバトルもあります。そうか。はい。モージャムが2本だって終わった後にバトルリーグ。忙しい一日やね。忙しい、土日忙しいぜ。いやでも楽しみ。楽しみやね、うん、もう俺らは最終戦だもんね。もう最終戦、ロリモン戦を残して今のところ3勝ね、3勝勝てば優勝。なんかちゃんと勝ちたいよなマジで、本当に変な愚痴になるけどさ、何ちゃんと勝ちたいって、なんか勝ったって感じで勝ってないよね。今節ね、なんかどっちもさいまいち、なんかどっちも爆発してない中、強いて言えばこっちみたいな感じで勝負決まってることが多くない？いやでもあんま言うべきじゃないかもしれんけど、一戦目はあのメタル参戦、あ、メタル参戦ね、うん、メタル参戦って何したっけ、あのジム、ああ、あれやもん、まあまあ、なるほどね、バッチバチ殴り合ったって感じか。まあな、うん、手応えのもと戦ったちゃんと殴り合えたなって感じだね。ちゃんと、うん、なんかそのほんとさ泥試合のさなんかこう お互いちょっとこうアウトボクシングでちょっとこう距離取りながらポイントで勝つみたいなさ、ちょっと嫌やん。
確かに確かに。もうほんとインファイトで殴り合って KO で勝ちたいわけ。確かに。負けたとしても KO 負けしたい。なんかそれをね、最近あんまできてないというか。これはやっぱみんな疲弊してますよね。バトルリーグの連戦連戦に。もう疲れてきてる。疲れてきてる。これは良くない。でも M1 前でその M1 もどうしようみたいなところもあるんかな。確かに。みんな。でもそんなこと言ってられませんから。まあまあ、加藤。今この場で作ったネタが M1 の勝負ネタなら可能性あるしね。多分ね。それは分からんから。うん、そればっかりはもう一戦一戦大事に戦っていきましょう、はい、いやー、こんなもんですかね。はい。30分喋ったな、綺麗に。すごいな。あ、で、すいません、本当に今週マジで動画投稿できませんでした。今週もですけど。今週もすいませんでした。ほんとネギラジしかあげないチャンネルになってるから良くないですよ、これは。来週もどうかよろしくお願いします。来週もどうかよろしくお願いします。この後一本撮りましょう。この家動画シリーズ撮ろう。家で何を撮る。家で何撮ろうよ、マジで。ほんとにまあまあまあ、なんか撮れること探して撮ります。よろしくお願いします、引き続き。ということで、今週もありがとうございました、コメントも皆さんの分を来週もどんどん読んでいきたいと思いますので、コメントをどしどしよろしくお願いします。来週の企画ゲストは誰でしょうか。誰になるのか。今週はおりませんでしたけども、来週もよろしくお願いします。ということで、朝ごはんはパン派カーネギーの松尾と朝、起きたらまずトイレに行きます。そうでした。また来週。朝縛りなのね。ご飯縛、ご飯、夜ご飯はとかで言ってほしかったけど、朝縛り。朝縛り。